雨の匂いに懐かしくなるのなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに濡れを裂いて、今もたった数種の夕焼けに橋が止まっていた。先生、人生相談です。この先どうならなくですか。そんなの誰も分かりはしないよ。何が売れますか。ほら、苦しさなんて欲しいわけない。何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのわがままですか。おーわっぱっぱらがつけるのなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのなんでなんでしょうか。なんでなんでしょうか。幸せの文字かお金を含むのはなんでなんでしょうか。なんでなんでしょうか。一つ線の抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春って値札が背中に貼られていて、どこか期待していた。先生、どうでもいいんですよ。生きてるだけで痛いんですよ。うちの黒い糸の粉なの埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、雲の高さを意味で囲う。見るだけが見たいのはわがままですか。ドラマチックに人が死ぬストーリーって触れるじゃないですか。そうなんですか。あの街に際にすら根がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃえばのなんですか。先生、人生相談です。この先どうならなくですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああ、この先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて、夏が遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい。いつまでも風に吹かれたい。青空だけが見たいのはわがままですか。あなただけを知りたいのはわがままですか。